子のさゆみどす。舞子のえりかどす。よろしゅう、またの申します。祇園甲部の舞子がロマンあふれる京都の街を案内する舞子班の京町ロマン。前回に続いて衣笠をご紹介します。衣笠山のふもとに広がるこのエリアは閑静な住宅街と名だたる名刹が立ち並び、静かな環境の中でゆったりとした時間が過ごせると人気です。まず舞子班がやってきたのは、あ、エリカちゃん見て、すごいおしゃれなコーヒー屋さんね。みんな美味しそうなスイーツがいっぱいありますね。ちょっとじゃあ早速覗かさせてもらいましょう。はい。こちらは2019年オープンのゴーゴーコーヒーさん。自家焙煎の工場でブレンドしたコーヒーを提供する本格派のコーヒースタンド。さらにオリジナルのスイーツも人気なんです。練習しました。でも結構まだまだですけど。いや、すごい。そう、かわいい。ありがとうございます。というわけで、人気のラテとご自慢のスイーツをいただきます。お気に、お頼申します。お頼申します。今日はありがとうございます。お気に、すみません、早速なんですけど、ええ、これはあとドライ焼きでよろしいのですか？そうですね、あ、はい、あのゴーゴーコーヒーではひんやりしたそのクリームチーズのドライ焼き、はい、そちらのタイプと、あとゴーゴーコーヒーのオリジナルブレンドのコーヒー、はい、ね、マシンで抽出したものに濃厚な生クリームを混ぜてホイップにしたタイプ、それから北海道小豆を挟んだタイプとあります。そうなんですね、おきに。じゃあ、おきに、じゃあ早速いただきます。はい、ぜひぜひいただきます。食べてください。おきに、おきに、そうですね。ちょっと食べにくいかも。あ、全然、ちょっと、はい。このまま。おいしいね、すごい。コーヒーの味がしっかりしますね。そうですね。生地のふわふわで。やっぱりスレイヤーでしっかり抽出して、うん、あのうちのオリジナルブレンドですので、あの濃いめにコーヒー混ぜておりますので。そうなんですね、すごいボリュームもたっぷりで美味しいですね。大きに、もう見た目もしっかり、うん、ね、ちょっと一つ食べきれないかもしれないけど、あ、いただきます。大きに、大きにいただきます。はい、そちらクリームチーズで、クリームチーズできてまして、もう溶けても美味しいんですよ。凍らして食べても美味しいし、うん、あの常温で溶かしても二度美味しい。二度美味しいです。クリームチーズとあの抹茶の香りとあんこがよく合って美味しいです。抹茶もね、宇治の抹茶使ってますので、うん、和塚町のお茶も含まれてて、うん、あのとっても体にもいいです。そうなんですね、美味しいよ。カフェラテもいただきます。はい、すごい、どうぞ。ね、かわいいですね。いただきます。いただきます。すご
ごい美味しいです。あ、本当よかったです。そんなに苦くないような気が、苦すぎないような気がします。そうですね、クリームのあれなんですかね、飲みやすく、うん、あの配合してますし、はい、でミルクと混ざって美味しいですね、はい、そうですね。抹茶の方も、うん、あの抹茶の香りがしっかりして美味しそうですね。宇治の、あのいいお茶ですので、うん、はい、あの抹茶の香りがすごくよく出てると思います。そうね、美味しかったです。これのメニューとかもお姉さんが考えはるんですか？うん、そうですね、メニューはあの私は別であの焼肉南大門のグループで運営していまして、うん、そうなんですね。で他にもあのシェフがおりますので、はい、あのフレンチシェフとかイタリアンシェフが最初の立ち上げの時にメニューを考えてくれまして、はい、でそれをもうしっかりここでホームメイドで作ってます。そうなんですね。でこれはの最近店長の先ほどの石橋舞ちゃんがあの考えて、すごい、そうなんですね、作ってくれたんです。美味しかったです、すごい。このゴーゴーコーヒーさんのお名前の由来ってどういうことなんですか？もともとね、そのカップも、はい、あの BMT って言ってカップの商社もしてまして、はい、でそのカップのお持ち帰りっていうので To Go って英語で言うんですけど、うん、まあ、そこからあの派生しまして、 To Go じゃちょっと分かりにくいので、はい、なんか親しみやすい言葉っていうので、行こう行こうって感じで Go Go っていうのからあのどんな国の人も、はい、あのお子様からあの老若男女の方ご存知の言葉なのでつけました。そうなんですね、すごい素敵ですね。やっぱりあのどういうお客様がよく来られるんですか、この辺りは？最近はやっぱりご近所の方が、はい、あのリピートしてくださってるのと、 あ、ね、あとインスタグラムで割と全国から、はい、あの若いあの、うん、カフェ巡りが今流行ってますでしょ。そうですね、だからあのここに立ち寄ってくださって。そうなんですね。コロナ前はね、もう8割が外国人の方で、ヨーロッパの方がちょっとこ う、ね、カフェイン飲みにみたいな感じで、あ、なるほど、うん、コーヒー飲みに来てくださってました。そうなんですね、すごい。ね、この店内のなんか内装もすごいおしゃれで、もうお姉さんのセンスでやらはるんですか？そうですね、あの私が和が好きなので、はい、あのテーマは、まあ、壁見てもあの枯山水なんです。あ、うん、そうなんですね、すごいおしゃれな。だから日本のその古来 の、はい、あの庭園の様式で、はい、水のないところにこう水があるようにっていう、はい、こう癒しのイメージで、まあ、ここお店に来てもらったらそういう癒しの、あの気持ちを感じてもらえたらなと思って作りました。いや、素敵です。もう入り口にあった傘もすごいかわ、なんかおしゃれですごい、ね、かわいいですね。そうですね、あの江戸時代からやってられる京和傘 の、 あの日吉さんっていうところで、うちのためにオーダーで作ってくださって。そうなんです、オーダーで。それもすごい飾り糸が使ってあって、すごい貴重な和傘になります。それも外国人の方よく写真撮ってくれます。なんか日本に来たみたいな感じ、ね、そうですね、日本の、ね、伝統工芸なんで、すごい、ね、珍しいみたいです。そうですね、うん、そう、あと日本杉のこの400キロの日本杉 の、 あの椅子があるんですけど、それも奈良県から山奥から運んできて、うん、男性8人で400キロもあるんです。すごい大変でしたけど、この金閣寺のさんの近くで、うん、なんか帰りに寄らはる方とかもやっぱり多いですか？そうですね、ちょうどバス停前なので、はい、あの参拝される前か後に寄られる方はとても多いですね。そうなんですね、確かに寄りたくなっちゃいますよね。いろいろお話聞かせていただいて、お気に、お気に、こちらこそありがとうございました。ゆっくりいただきます。お気に、いただきます。今回は足元に注目です。舞妓はんの代名詞といえばおこぼ、切り製でこっぽりとも呼ばれ、こぽこぽとおこぼを履いた舞妓はんが歩くと可愛らしい足音がすることから、おこぼと名前がついたと言われています。衣笠を散策する舞妓はん、次に訪ねたのは、あ、昆布屋さんみたいね、はい、ちょっと
すごい、いる。地元で親しまれている老舗、五つ地の昆布さん。明治35年の創業以来、手すきによるおぼろ昆布を削り、昔ながらの自然の味を作り続けているお店です。あ、きに、あたの申します。申します。きに、すまい、いろいろお出していただいて、はい、どうぞ召し上がってください。きに、いただきます。じゃあ私ちょっとお星様をいただきます。よいしょ。先でした。どうぞね。ほな、うち鳥居を。かわいい。かわいい。秋にいただきます。どうぞ。いただきます。美味しいですね。すごい。確かにこのおやつやったらどんだけでも食べちゃう。体にいいおやつで、うん、罪悪感がちょっと減るかもわからないですね。お口に入れてるとね、溶けてきますのでね。味が出てきて美味しい。美味しい。ね、もうそう、噛んだらね、昆布の味がやっぱり出てきますね。はい、美味しい。あの、はい、関西のね、あの、はい、おばさんはよう、あの、飴ちゃんをカバンの中に入れますけど、はい、はい、うちではあのお昆布をカバンの中に入れて、ちょっと口寂しい時にお昆布をちょっと食べていただいたりしてます。ね、はい、健康にも。そうです、体にいいので、はい、そうですね、美容にもいいですので、そうです、ぜひ。確かに。いただき、じゃあ松茸、はい、松茸、松茸昆布、どうぞ。松茸昆布、いただきます。はい、こんばんは。あ、どうぞ。いただきます。いただきます。すごい美味しいですね。白いご飯があったらね、ちょうどいいんですけど、申し訳ない。思いました。ご飯とぴったりなので。はい、そうですね、はい、美味しかった。お気に入り。これをいただきます。梅の月、いただきます。柔らかい。柔らかい。はい。そちらの方もお茶漬けとか、あの、山椒入りの塩吹き昆布なので、形が、あの、従来の細い塩吹き昆布と違って丸に丸めてるので、はい、おむすびの中とか、ね、あの、お酒の好きな方は日本酒のおつまみで、そうですね、はい、召し上がっていただくこともあります。そうなんですね。はい、でもそんなになんか山椒が強いわけではなくて、はい、ちょうどいい具合に効いてて美味しいわ。お金ちゃん、私、とろろ、とろろ昆布、いただきます。いただきます。うん、すごい柔らかいです。なんかふわっとして、まろやかだと思います。はい、機械じゃなくて手書きで、人の手でこう、お昆布を書いてるので、すごいまろやかな。すごい美味しいです。はい、これもお米に合いそうな。あ、そうですね、もうこれはね、あの、うちなんかおむすびにして、ちょっとあの細かいんですけど、おむすびをまぶす、はい、握ってそのとろろをまぶして、いや、絶対美味しいと思います。はい、そうするととろろがあの、はい、おむすびの水分を吸って、うん、はい、美味しくなります。はい、食べてみたいですね。はい、ぜひしてください。お気に入り、ありがとうございます。そしてこちらがよろこぶ茶。可愛らしい舞妓のパッケージの中身は梅こぶ茶です。さらに五色のあられと肩を抜いたおやつ昆布が。鳥居やお寺さん、大文字、桜などお茶の時間が楽しくなる一品です。おきいじゃん、早速いただきます。どうぞ、召し上がってください。かわいいです。大文字のこれ大の字ですか。そうなんです。大文字の、はい、大とか妙法とか鳥居とか、はい、いろいろ、すごいたくさん、はい、どうぞ召し上がってください。いただきます。いただきます。なんかやっぱりほんのりと昆布のなんか、はい、梅昆布茶が入ってます。さっぱりしてると思います。そうです、さっぱりと飲みやすいですね。はい、美味しい。お気に、あの、お聞きしたいんですけど、なんかすごいこのお店の中に昆布種類たくさんあったんですけど、はい、今で何種類ぐらいあるんですか。金閣寺のお店はちょっと種類が少なくて、本店に行きますと80種類ぐらい、いろいろ、はい、ここはちょっと全部持ってこれないので、あと半分ぐらいの種類になります。はい、そうなんです、ね。すごいたくさんありますね。そうですね。え、なんかこういうその型抜き、はい、すごい可愛らしい形のあったんですけど、はい、こ
これはどなたが考えはったんですか？こちらもあの先代が先代があのいろいろ考えて、はい、あのそうですね、今そのあまりハートとかね、はい、その頃は60代だったと思うんですけど、うん、その年代にしてはもうなんかそういうハートとかそういうことを思いつくのがすごいなと。すごいですね。はい、思ってます。肩抜きされてる昆布って初めて見たので、はい、もう初めて、あの京都では初めてだと思います。そうですかね、はい、可愛かったですね、はい、ありがとうございます、ね、すごいのパッケージのイラストもおしゃれで、はい、これはあの先代があの、はい、画家の小柳明さんという方に描いていただいて、 ね、それがすごく先代が気に入って、うん、その画風が、でそれでそれをあの京都の風景をいろいろ描いていただいて、はい、あのパッケージにさせていただきました。そうなんですね、はい、やっぱりあの京都のイメージっていうのを ね、絵柄がなんかはんなりしてて、はい、すごく私も気に入ってますけど、はい、すごい素敵でした、はい、ありがとうございます、ね、舞妓さんの絵とかも結構描いてあるんです ね、舞妓さんもおはらめさんも、おはらめさん、はい、あって、あの観光の方なんかすごく喜ばれてます。そうなんです、はい、多分でも喜ぶと思います ね、お土産とかにもよろしいと思う ね、すごいとてもお綺麗で、いや、そうなんです、お気に入り、ありがとうございます、はい、健康にもええって言ってはったんですけど、おすすめの食べ方とかって何か、はい、おすすめっていうのは一番簡単なのは、はい、あの昆布っていうのはミネラルとか、はい、あの食物繊維とかビタミンとかすごく栄養分が豊富なので、はい、あの一番簡単なのが1リットルのお水に昆布をだいたい 20g のだし昆布を入れていただいて、まあ、一晩、はい、いうかまあ8時間ぐらいつけていただいて、でその昆布水を飲むと体にすごく、はい、コレステロールも下がりますし、ビタミンもミネラルも摂取できますし、いいですね、はい、とても体に、美容にもそうですよね、美容に、美容にいいのでぜひぜひ私も 毎日ちょっと飲んでみ、はい、飲んでみてください。血流も良くなるので、あ、そうです、いいことづくめですね、はい、そうです、いろいろお話聞かせてもって、お気に、お気に、ありがとうございます、ありがとうございました。イワのウェブサイト暮らしとエンタメ京都特集では、京都再発見をテーマに定番からあの場までをご紹介しています。東京にもお店を構えるネギ屋ニョロスケの極上のうなぎがポント町さんで楽しめます。提供するうなぎは愛知県から毎日仕入れ、注文が入ってからさばき焼き上げます。香ばしく焼き上げられたうなぎは皮がパリ、中身がふんわりと絶品です。京都の情報満載のイオウェブサイト暮らしとエンタメ京都特集はこちらの QR コードからどうぞ。京都へお越しやす。住宅街に来ましたけどね、え、はい、あ、なんか看板が見える、伊藤ふわらさん、伊藤ふわらさん、はい、ちょっとじゃあ覗かさせてもらいましょうか。はい、姉さん、これどっちから、あ、こっちですね。よいしょ。舞妓はんがやってきたのはお店を構えて53年、落ち着いた雰囲気の中、京都名物の湯豆腐がいただけるわらさんです。お気に、お楽しみます。お気にようこそ、どうぞ、ありがとうございます。お気に、少しで、ね、すごい美味しそうな湯豆腐ですね、まあ、早速いただきます、はい、ありがとうございます、どうぞ、お気にいただきます。あの網じゃくしでお豆腐作っていただいて、はい、あの茶色のお箸は湯葉とか野菜を取っていただくように用意してますので、はい、どうぞ、お気に、じゃあちょっとお先にさせてもらいます。これですね、すごいグツグツ言ってる、取れるかな、秋にすいません、秋にいただきます、秋にいただきます、どうぞ、
しいです、ね、ありがとうございます。普通に待ってほしい。こちらってどこのお豆腐を使ったんですか？山本さんいうところのお豆腐屋さん、そこのお豆腐を使わせていただいてます。そうなんです、はい、すごい美味しかった。もうそこは明治30年ぐらいからずっとお豆腐の一筋でやってこられたとこなんで、結構お客さんにも評判よろしいですし。そうなんです、はい、すごい美味しかったです。こちらのお店ってどういったお客様が多いのですか？うちは結構広いですね、年齢層が、うん、修学旅行生の方から、ね、もうお年寄り70、80の方でも来ていただくような感じですね。すごい、すごい。こちらのこのわらさんの豆腐の美味しさの秘訣とかってありますか？はい、そうですね、やっぱりお出汁でしょうかね、うん、結構時間かけて取りますのでね。美味しかったんですね。大きい、うん、とかね、美味しくないね、うん、もうこの出汁のなんかこだわりとかってありますか？はい、こだわり、やっぱり美味しいなって言って食べていただくのが一番ですね。ね、美味しかったです、ね、ありがとうございます。大きい、お店の雰囲気もすごいよろしい。ちょっと裏通りですので、ね、すごい。とこちらはどういった？こちらはごま豆腐でございます。ごま豆腐、はい、ごまとくずだけで炊き上げて、くずだけ で、はい、で冷やしてからわさび醤油で食べていただくように用意してます。お気にいただきます。どうぞ、ま、お気にいただきます。結構弾力があるんですね。すごい、なんかごまの香りも美味しいです。美味しい、美味しい、美味しい、美味しかったです。元気に、ありがとうございます。この豆腐もこちらで作ってあるんですか？ごま豆腐は毎日うちで、あ、こちらで、朝そんなにたくさんじゃないですけど炊くようにしてます。あ、そうなんですね、はい。でも結構評判が良くて、お持ち帰りとかお聞きしたりすることもあるんです。え、人気なんですね、うん、すごい、おかげさまで美味しかったです。お気に、またゆっくり呼ばれます。はい、どうぞ。お気に、お気に、お気に、お気に。最後まで見てもうて、お気に。